払いてじゃあ、ニッタ、みんなに自己紹介してくれ。ニッタ？おい、ニッタ。教師、ニッタはここにはいないぞ。驚きの発言が来た。言葉では言い表せない。あえて言うならとてもうまい。表現力ゼロだなこれで私も大人の女それは違う。聞いてくれなきゃ。ヒナは全力で逃げるぞ。なんで？バムシは行く。全力で逃げます。腹減ったのか？うん。じゃあなんか食うか。高級寿司か神戸ビーフ。お前はハリウッドセレブか？仕方ないわね。この写真学校に送ったらどうなるかしら。問題になるのが嫌なら素直に。だってそのためにわざわざ用意したのよ。おい、なに？ひなちゃん？危険の意味はよく分かったけど、行くわよ。じゃんけんぽん。あっち向いてほい。ストップ。帰らせようとしたんですが、一人は嫌だって。ガキの言いなりか。いや、腕曲げられて。うまい、さすが最高級の玉露。それ百均のだよ。ぬいぐるみがないと寝られない。お前昨日熟睡してたよな。おい、寝る前に歯磨いたか？おい、ぬいぐるみがないと眠れないんじゃなかったのかよ。ただいま。よ、テレビは変えたか？うん。そっか、2、3日したら届くのかな。ううん、テレビは売ったよ。なんでだよ。売った金は、いや、そこじゃねえけど。タクシー代でなくなった。なんで？なぞなぞ。私が悪かったわ。お互い過去を残さないように一緒にデータを消すことにしない？せーの。もう私着替え。あっ写真のデータはすでにパソコンに転送してある。もしもし、お母さん、この前新しいテレビ買ったじゃない？それで前のテレビ捨てるって話だったけど。松谷先生、やばいやばいやばい、どうしようどうしよう。どうした、ひとみちゃん？実は担任の先生が来ちゃって。はあ、なんとかなんじゃね。そんなことよりマティーニね。なんか面白そう。こいつら。お母さん、わざわざ段ボールに入れなくてもよかったのにな。ここら辺かな。と、よし、これでアンズちゃんも。ちょっと君。何やってるの？親御さんに連絡するよ。それだけはすみません。君を責めるつもりはない。最初から分かってるんだ。正直に言ってくれていいんだ。親御さんに捨ててくるよう強要されたんだ。全然違いますけど。はい、それとアンズちゃん、母さんは言ったけど、知ってる人には普通にしても構わないよ。じゃあ、あいつは神様的な感じじゃなくてただの人ですか？ねえ、バカにしてんの？ねえ。そういえば、ひとみ、リトルソングって知ってる？なあ、三島が牛乳吐いた！ざけんなよ、びしゃびしゃだよ。いや、三島の牛乳なら。で、知ってるの？あ、いや、まったく。やばいな、なんか愛おしくなってきた。ご注文はお決まりですか？当然、ラーメン半チャーハン。俺ホイコーロー。ほい。お客様はとてもお金持ちですね。俺のことバカにしてんの？すみません。はい、お待たせしました。ん？
若すぎるっていうか、めちゃめちゃ見たことあるんですけど。ミリオンダラーください。てるの、マツタニ君。夜はこれからだよ。いい場があるんだよ。お体に触りますよ。早く帰って。来年、学年主任の話。僕も校長に君を強く押そうと。ぜひお供させてください。なんと1500円になります。うん、すぐに分かると思うけど大したことないからね。この子どうしたんすかね。大量の金見て固まってやがる。諸君、事件解決のために集まってくれて感謝する。いや、私しかいないんだが。松谷先生、めっちゃ怪しんでるよ。うん、どうした松谷君。いえ、なんだろうな、ちょっと、いや、かなり教え子に似てるように見えまして。そりゃまずいよ、チミ。もしそうだったら学年主任の話なくなっちゃう。いや、私の勘違いでした。似てる人っているんですね。ねえ、もっとちょうだい。いや、みんなの分もあるし。ケチくさいな。態度ある！に立候補したい人はいますか？え？他にはいない？いないの？ねえ。新田さん。正気ですか？